二人をミンチにしてやる。負けたよ、ジョー。ちっ、約束だ。ああ、お前に先に帰ってるぞ。お前らダチなんだろ。積もる。キリュウさん、ありがとう。よう、ジョー。はい、俺たちがカラーズってギャング連中を倒すためにジャスティスを結成。ああ、ジャスティスは最初は小さなチームだった。岡田のカリスマ性もあって、そして総力戦の末に。そこまでは順調だったんだな。カラーズは潰せたんですが。あやつって。奴らはヤクザやマフィアといった大人の裏社会。その手駒組織が潰されて、それでカラーズの報復に。岡田はそいつらに、それはひどい拷問を受けたみたいです。それだけじゃなく、あいつの恋人にも。岡田は報復を受け。はい、多分俺たちに言ったら怒って。そうしたら結果的に岡田のような目に遭う。だから黙ってたんじゃないかって。でも棚橋は偶然岡田がやられる現場と、それを見たらもう岡田の肩。ああ、岡田のあんなに悲しそうで。棚橋、岡田が変わったのは。大切なものを守るためにジャスティスを作ったのに。大切な、それは自分やジャスティスの力が足りないか。とにかく力が欲しい。岡田は善だが、本来の正義を貫く。俺はあいつを間違ってると言うばかりで、そんな重い十字架を背負う。でも実際にあいつがやってることは、あいつは強いカリスマなんですよ。俺はダチってのは仲良く楽しくしてりゃいいってわけじゃねえ。間違った時には全力で怒ってやったり、そいつのために自分を金繰り捨てられるやつ。キリュウさん、ジョー、今のジョーやキリュウさんの話を聞いて、間違えた時に止めてやれるのが本当のダチ。俺にとっても岡田はダチだ。だな。うん、なんだか元気が湧いてきたな。おいおい、極端だな。よし、じゃあ加入の印に引き流会の皆さん愛してます。なんなんだい。すみません、本来。まあこういうやつが一人いる。キリュウさん、俺だから。ああ、お前らの友情の行く末。はい。なんだお前ら。これはこれは気流会の皆さん、ガン首揃えてお出迎えいただき恐縮です。久しぶりだな、ジョー。岡田、話せないか。貴様と話すことなんて、お前らのご意見頂戴をしにわざわざ来。今日は
最初そうお前らと我々じゃ驚いたよ。ヤクザ崩れとジョーごときが。だがその栄光ももうおしまいだ。お前らが勢力を広げている間も我々は地盤を買っ、ジャスティスの総合力はまカムロ町に今その全ての勢力を。お前らとはレベル次の戦いで気流界ともども。おい何ですか。お前お前企んでいる子桐生一馬さん特にありま次が桐生会とジャスティスの最初。あ当日は傘を持ってくるといいですよ。傘ええきっとカムロ町に金の雨じゃなく俺はそれじゃいよいよ最終決戦っすね。でっけえ限界。俺も最近体がなまってるからよ腕が鳴るぜ。お前らなトランキーロあっせんなよ。まあ何にしても恐れることはねえだろう。なんてったってキリヤノトールがいるからな。よし盛り上がってきたな。キリュウ会の皆さん愛しまーっておいお前らややるわけねえだろ。何なんだよそれ流行らねえ。お前ら冷たいな。ジョーはいここまで来れたのはこれが最後の戦いになるはず。いらっしゃい。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっしゃい。気に入ったぜ。ありがとうございました。